こんばんは。こんばんは。はい、土曜日の夜にありがとうございます。まずお知らせというか、今日はお知らせのインスタライブなんですけれども、ファンクラブをオープンしました。イエーイ。はい、ずっと準備していたというか、ずっとオープンしたくて準備していたんですけれども、やっと今日オープンすることができました。はい、プロフィールのところに URL が貼ってるので、そこから入会していただけるんですけれども、今日はグッズの紹介だったり、ファンクラブでどんなことができるのかを紹介していきたいと思います。はい、あ、解説おめでとう、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと説明しますと、まず今ウェブ上にファンクラブサイトをホームページをオープンしました。で、4月にオリジナルアプリをリリースします。はい、でこのアプリがすごい可愛い感じになっているので、本当に楽しみにしていてほしいんですけれども、アプリでは生配信をしたり、ちょっとなんだろう、SNS、 インスタとかツイッターのサブアカウント的な、ちょっとプライベートアカウントに近い、より素を出した写真だったりつぶやきをしていきたいと思っています。うん、こう普段フォローしてくださってる方は知ってると思うんですけど、結構ストーリーとか上げてすぐ消しちゃうんですよね。それはなぜかというと、うん、上げた後に、うわちょっとカッコつけてたかなとか、うわちょっとなんかこれぶりっ子だったかなとか、いろいろ気にしすぎてしまってすぐ消してしまうことがあって、通知を取ってくださってる方は、あれ通知来たのにアップされてないみたいなことがたくさんあったと思うんですけど、すいません、ちょっとすぐ上げてすぐ消すみたいなことをしてしまっていました。なのでそのアプリではたくさん、もう何にも気にせずいっぱいあげれたらいいなと思っています。はい、で今ウェブ上にオープンしてるんですけど、ウェブ上ではまずギャラリーとムービーとカレンダーとデジタル会員書という欄があります。でギャラリーはこのファンクラブ用に取り下ろした写真を、随時更新していくので、今ももう見れるようになっています。でムービーは私の今は入ってくださってありがとうございます動画を載せているんですけれども、今後もオフショット動画だったり、ちょっとこの間ちらっとお話しした Vlog、 自分でちょっとプライベートで撮ってきた旅行の Vlog とかを載せていこうかなと思っています。はい、あ、会員証実物欲しいですというコメントが、はい、会員証実物で届きます、届きますというか4月15日ぐらいの間に、申し込んでくださった方に本物の会員証を届きます。ちょっと書いとか、4月15までに、年間4月15までに年間会員、年会員になってくださった方に本物の会員証と、あと対面イベントをやるんですけれども、イベントへの抽選券、抽選資格、応募資格が年間会員になると得られるということです。はい、なんかずっと皆さんとお会いする機会が
あったらいいなって思ってたんですけど、なかなかこんなご時世もありなくて、やっと皆さんと会える機会が作れました。はい。でイベント自体は無料で、6月18日にイベントをやります。日曜日です。はい。そこのその無料対面イベントに抽選でこう皆さんご招待するんですけど、その応募が4月15日までに年間会員になってくださった方が来れますという感じです。はい。そんな感じでして、なんかいっぱい言わなきゃいけないことがたくさんあるんだけど、そうで4月に一応アプリリリース予定なので、それまでもう少しお待ちしていただきつつ、その年間会員、そのアプリリリースまで前の方だけにそのイベントに来ていただけるのに応募できる、なんて言ったらいいんだ、4月のアプリリリースまでの間に登録してくださった方だけイベントに参加できるので、ぜひこの機会に参加していただきたいなと思います。はい。じゃあグッズをちょっと紹介しようかな。ちょっと作ったんですけど、まずここにいるグッズ、じゃじゃーん、アクリルスタンドを作りました。見てちょっとピクミンみたいな頭していてお気に入りなんですけど、アクリルスタンドを作りました。これいろんなところに連れてってくださいいろんなところで写真撮って SNS 開けてくださったらたくさん見たいと思います。これ結構可愛くないですか。めちゃくちゃお気に入りなんですけど、このここも含め、あ、よいしょっと、はいはいはい、これこれこれ、これがまず一つ目です。尻尾生えてるのでこれは尻尾ではありません。これはねブランケットを引きずっています。二つ目はステッカーを作りました。 A セットと B セットがあって4枚ずつなんですけど、 A はじゃじゃーん、こんな感じです。これ一番お気に入りです。私のなんか半分半分になってて、このアクスタの時の頭のこのピクミンみたいな被り物をしている、これ一番好き。あとはお花だったりと、あ、こっちにこっちにピコンっていっちゃった、 これだったり、あとは寝てるおはようみたいな写真だったり、あとは私が回ってるここにちょっと羊がいてファンクラブ限定だよっていうアピールをしています。今回はメインビジュアル、メインビジュアル、メインビジュアルもちょっと寝てる、名前がネルなので寝てるとか羊、睡眠に関わるものをモチーフにしていますこれ視力検査みたい確かに。そう、これ可愛くないですか。どうですか。携帯の後ろに入れたり、何か下敷きに貼ったり、今の時代は下敷きに貼るのか分かりませんが、下敷きに貼ったりください。そうそう、携帯に挟める。なんで羊なのって、さ、寝るときにさ、羊が1匹羊が2匹みたいな言うので、はい、羊になっています。次はこれ、これが B セット、 B セットもいいよね。これがまず1枚目、ちょっとなんかおしゃれな感じの写真です次はこれ、これはドアップの、こっちに行っちゃうな
ットアップな感じの写真です。でピザ食べてたり、あとは寝てる。これも可愛いよね。これの何がお気に入りって、これこうなってるんですけど、ここに脱ぎ捨てられたニットの靴が、スリッパがあるんですけど、それがお気に入りです。これも可愛い。まあどっちにもお気に入りはあるってことで、これとこれが私の一押しです。はい、ピザも可愛い、嬉しい。どうどうこれ、どう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 嬉しい。寝てるの良き。これこれこれ、ありがとうございます。そして最後は、T シャツを作りました。今着ているのでちょっとお見せしますね。はいはいはい、見えますでしょうか。先ほどのこれの足先なんですけど、詳しく見せると、私が自分で自分の靴下をこんな風に引っ張って脱いでいる写真になります。私が写ってないので普段着でも着れるといいかな。そう、バックプリントなんですよ。可愛くないですか。どうどう、こんな風に普通に着れます。これね。で一押しポイントがあるんですけど、ここに羊の刺繍がしてあります。刺繍なのこれ、プリントじゃなくて、一つ一つあのファンクラブのマークの羊が刺繍になってます。これが後ろにあるからね、めっちゃ着やすいと思います。サイズは MLXL があって、私が今 私が今 M を着ているので、結構オーバーサイズめ、あの袖もこの辺まであるので、はいですね。はい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 、そうで、あとこだわったのがこの生地なんですけれども、あのパリッとした T シャツとこういうテローンとした T シャツで迷ったんですけど、こっちの方が普段から普段着で着やすいかなと思って、柔らかいテローンとした生地を選びました。ちょっと待ってくださいね。はい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 、ということでこれが T シャツになります。どうですか、どう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 。私が着てたのが M なので結構大きめなので、小柄な方は M でいいと思います。 XL より大きなサイズありますか。 XL が一番大きいんですけど、結構 XL すっごい大きいと思います。私が着てちょっと写真載せますね、うん、そうですね、そう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 、うんうん、身長は私は158か9ぐらいです。そう、なんかさ、前はあえてちょっとシンプルで真っ白っていうよりは生成りっぽい色で、後ろもちょっとフィルムで写真撮っていただいたのでフィルムの質感ですね。このさ、靴下を足で脱ぐっていうのもカメラマンの方が提案してくださって、そう絶妙な写真になってます。あとパジャマをこうインしてるのもなんかいいよね、だらけてて。これね、羊、これめっちゃ可愛い。刺繍が良くてどうしても刺繍にしましたね。真っ白より着やすい、そうですよね、わかる。なんかさ、あの私もそんな華奢な方じゃないので、カチカチってしてるとオーバーサイズだとすごい大きく見えちゃうんですけど、テローンとしてここはこうストンと落ちるので、
そう着やすいと思います。そう、あと靴下ねちょっとシュールだよね。これもおすすめです。これから他にもグッズ出したりしますか？はい、あのファンクラブではちょこちょこグッズ出していきたいなと思っています。黒はありますか？いや、白だけですね。白だけです。はい、カラーは白だけです。ちょっと質問を見てみよう。はい、今着ているのは何サイズでしょうか？今は M をさっき着ていました。よかったらもう一度デザイン見せてください。どれだろう、 T シャツかな。 T シャツはこんな感じ。写真は A タイプがこっちね。 A がこれ、これが一番推しです。全部の中でこれ、これが A で、これね、こっちが BBBB。透け感はどんな感じですか？んー、どうだろう、そんなにめっちゃ透けるってわけじゃないと思うけど、でも薄いかも。夏とかかな。冬だったら下にタートルとか、なんだ、ニットとか着てもいいかも。確かに、あの女性は下にインナー着る、まあ普通着るか、着ると思います。はい、ちょっと待ってね、質問。会員でないとグッズは買えませんか？はい、ひとまずグッズはあのファンクラブの方限定になっております。でもね、月額があるから、年会入会じゃなくても月額880円でグッズ買えるので、ぜひお願いします。 T シャツが、これが忘れてた言うの、税込みで4500円、 XMLXL があります。一応着丈言いますね。何を言った、身幅を言ったらいい、分かりやすいかな。 M が 58L が 61XL が64。結構オーバーだと思う。そう、高いかな、ごめんね。そうでもね、今回のこだわりというか、アプリをどうしても作りたくて、うん、アプリを開発していただきまして、絶対楽しんでもらえる自信があります。生配信好きだから多分いっぱいするし、うん、待っててほしいです。そう、あ、わかんないか、そうわからんって書いてあったはい、ちょっとね、アプリがあります。ちょっと待ってね。受注生産ですかって、受注ですよ、受注生産です。なので、ありましたよね、締め切りがね。締め切りが4月15日までに、あのグッズは頼んでいただいた方だけ届きますので、受注生産なのでお早めにお忘れなくですね。はい、あとはカレンダーってありますか？カレンダーは今年はデジタルカレンダーを作ったので、あのカレンダーの写真を月1枚ずつ皆さんにお配りしますので、待ち受けにしたりとか印刷していただいたりとか、いかようにも使ってくださいかな。ステッカーの大きさ教えてとか、全部ねサイズがちょっと微妙にバラバラなんですけど、何をさあれにしたらいいかな。どう、これ普通のバインダーでこのくらい、わかるかな、普通のバインダーでこのくらいとか、
いいですか？大丈夫か？携帯だとこんな感じかな？ありがとうございます。かな。そう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 。これもいいよね。にやり。そうそうそう。こんな感じです。今後こんなグッズ作れたらいいなとか候補ありますか？そう、せっかくファンクラブなので、ファンクラブはよりこの入ってくださった方と近くなれたらいいとなと思っているので、その中のコミュニティとかで皆さんからどんなグッズが欲しいですかって募ったりしたいです。なので皆さんのリクエストが反映されていけたらいいなと思っております。あ、クッションねこれがアクスタです。クッションもいいですね。はい。アプリはお金かかりますか？アプリは無料です。で、この年会費か月額を払ってくださっていたら、パソコンっていうかそのホームページで会員登録していただいて、アプリをダウンロードした、無料でダウンロードしていただいて、そのログイン画面にホームページと同じログイン番号だってパスワードを入れていただけると同じように使えるので、追加で何かがかかるとかはありません。プランの変更ってできますか？プランの変更、月額にしていて途中で年会費はできるんじゃないかな。でも1回年会費払ったら12ヶ月分だから、逆に月にはできるのかな。月額からは年会費には変えれるんじゃないのかな。月額で入っちゃったんですけど、年会にするにはどうすればいいですか？あ、これはまたすぐアナウンスしますね。確かにね、年会だけ、年会の方だけイベントとかね行けるから、確かに今この1ヶ月は絶対年会に入ってた方がお得というかレアな気がします。ファンクラブ入会完了メールって届きますか？届くはずとおっしゃっております。そう、ファンクラブはさ、なんかファンクラブを作りたいというのは、皆さんともっとより密にコミュニケーションが取りたくて、けどすごいカッコつけな部分があるので、なんかね、あんまり考えすぎちゃって、この文章大丈夫かな、この写真大丈夫かな、名前人こんなこと言って大丈夫かなってずっと自分でも何あんまりフットワーク軽くできていなかったので、ファンクラブだったらもっと安心して好きにできるかなと思ってこの機会を作りました。はい、ちょっと待ってね、何でも質問送ってください。お値段教えてっていうのは、はい、入会費が月額880円と年会費が9600円、どちらも税込みです。ねるちゃんカッコつけだったんだ、わらわらってする。バレてなかったですか？結構カッコつけじゃない？男性でも着れますか？もちろんこれは絶対男性でも着れると思います。体格が大きくても XL は結構ビッグ、これで XL だから、私の肩がさ、ほらこんなに大きいよ、こんなに大きいから結構ね XL ビッグだと思います。はい、他何かイベントなど、シールとアクスタの値段教えてください。はい、了解です。アクリルスタンド、これが税込みで1800円です。で、ステッカーが税込みで4枚で1100円です。これが A セット、 A セット、 B セット、 A セット4枚で1100円、 B セットも4枚で1100円です。ねるちゃん160ぐらい、そうですね、私は160
60ぐらい、158、159ぐらいです。あ、いいね、これからいろんなねるちゃんアクスタ出してほしいです。いいですね、これをシリーズ化して、これじゃあまずファーストでいろんなの作っていけたらいいな。はい、かな。ふん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 。どのくらいの頻度でアプリ更新できそうですか。これはもう完全に私次第なので、結構ガンガン更新していくと思いますよ。もう写真とかつぶやきとかはガン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 やっていくと思います。うん、はい。あ、いいね、今後ジャージとか出してほしい。こういう風にリクエストいただけると私もいっぱいできる。あ、スマホ用の壁紙の配信などありますか。あのですね、もうすでにウェブにギャラリーっていう欄があって、このファンクラブ限定の高画質の写真が載っているので、それは壁紙とか待ち受けにいっぱい使っていただけると嬉しいです。はい、東京以外でもイベントありますか。ひとまず今は東京だけを予定してるんですけど、もしね、なんかファンクラブがいろんな方が入ってくださったり、なんか地方の方にも届いたら、いろんなところに行けたらいいなと思っております。確かにポーチ欲しいといいですね。みんなの欲しいな、皆さんのリクエストが欲しいな。つぶやきとかって残りますか。残ります。つぶやきだったり、あと写真もずっと見れるようになるけど、あと生配信はアーカイブ残したり残さなかったりすると思うんですけど、急に私が夜中になんか始めて、本当にたまたまの人しか見れなかったりしたらすごい不平等だから残したりします。うん、でも多分入って入る以前のものは見れないのかな。入る前の見れるの、ちょっと確認しますね。入ったところからになるのかな。うん、かなっていう感じかしらね。うんうん。イベントって抽選ですか。はい、イベントは抽選になります。4月15日まで入会してくださった方が抽選できます。月額と年の違いとかありますか。年は、今その4月15日まで年会員で入っていただくと、リアル会員証、本物というか実物の会員証がまず皆さん絶対全員に送らせていただくのと、もう一つは抽選で当たるオープン記念のトークショーにご招待します。なんかこのトークショーもすごいアットホームな感じにしたくて、今いろいろ考えてるんですけど、なんかみんなでビンゴ大会したり、この写真撮影の時にいっぱいチェキも撮ったので、なんかビンゴ大会してチェキが当たったりとか、なんか皆さんでワイワイ、もしかしたら叶わないかもしれないですけど、私が今勝手に言ってるだけなので、なんかワイワイ楽しい会ができたらなと思っております。そのイベントが6月18日にあって、そのイベントに抽選で応募できるのが4月15日までに入ってくださった方っていう感じですかね。うんうん。何か他に気になることがありましたら、はい、つぶやきとか写真は月額会も見れるの、もちろんです、もちろん見れます。でもアプリリリースしてからになるので、そうですね、今ちょっと待っていただいて、でも今入ってもこの1ヶ月以内にはアプリリリースするので、最初の方とかは今入ってた方が見れるかなと思います。うん、だね。ちょっと待ってね、他何か質問ありましたら教えてください。
証ありますか？会社あります。今、デジタル会社を配布していて、リアル会員証もあります。グッズは今はステッカー、タクスタと T シャツだけ。はい、今はこの3つだけです。他何か気になることとかわからない。海外からでも入会できますか？海外からでも入会できますか？できると思います。メールアドレスとログイン、メールアドレスで登録していただくと大丈夫だと思います。どこでイベントありますか？東京であります。いつもそんな喋り方なんですか？どうしよう、ちょっともしかしたら違うかもいつもよりなんかちょっと違うかも。月額は自動更新ですか？月額は自動更新ですか？どうなんだ、これもちょっと聞いてすぐお伝えします。ちょっとメモしとこう。月額は自動更新かっていうのと、会員メールね。月額は自動更新、自動更新確認しますね。会員大会は簡単にできますか？うん、そんなね詐欺サイトじゃないからね、大丈夫だよ。抜けたい時に抜けてくださいね。うん、お、海外も入会しました。ありがとうございます。海外からでも入会できる。年間、そっかそっか、年間に変更できるかも。後ですぐアナウンスしますね。ぐらいかな。どうですか皆さん、まだなんか気になることとか聞き足りないことあったら何でも答えます。会員限定のお写真とかは SNS のアイコンにしない方がいいです。確かにそうだね、秘密、皆さんとの秘密で使いましょう。それはイベントは年会じゃないと今後も応募できませんか？そうです、ひとまずこのオープン記念イベントっていうのをやるのは決まってるんですけど、今後そんなに次2ヶ月後3ヶ月後とかって感じではないので、ひとまず今回のイベントは年間会員の方だけですかね。グッズページの日本語表記になりますか？グッズページが英語表記なのか、ちょっとそれも確認しますね。はい、ファンクラブ限定グッズとか出す予定です。はい、出す予定です。クレジット以外で支払いできますか？今のところクレジットのみ、今のところクレジットのみです。会員番号ありますか？会員番号ありますですかね。大丈夫ですか？まだ聞き足りないことがありましたら。ステッカーマグネットですか？いや、ステッカーはこれはシールになってます。ペラって剥がれますかな。ファンクラブのシリアル番号とかってありますか？あります。はい、メール来てます。あ、メール来てないんだね。確認しますね。確かにそれは不安になるな。メール来るかどうかも確認しますね。多分ね、でも会員番号が発行されてたら入れてると思うので、うん、ですね。イベントの登録日ってまだ決まってないですよ。イベントの登録日まだ決まってないので、とりあえず4月15日で締め切ってから の抽選になるので、また分かり次第すぐご連絡します。ファンクラブに入ったらどのようなことができるのか教えてほしいです。ファンクラブに入ったら、まず今ウェブにオープンしておりまして、ファンクラブ限定の写真が見れるのと、ファンクラブ限定のムービー、私が拙い技術ですが作った Vlog だったり、ファンクラブ撮影のオフショットだったり、いろいろこれから上がっていく予定です。あと会員証、デジタル会員証発行、あとデジタルカレンダー、毎月カレンダーの壁紙が皆さんに送信というか皆さんが見れるようになります。あとグッズ買ったり買えたりとかかな。うん、ファンクラブに入るメリットを教えてください。メリット、
でも私は皆さんのことを楽しませる自信があるのと、あの昔あのそういうなんだファンクラブみたいなサービスをしていた時も結構知ってる方は いてくださると思うんですけど、意外とクローズドな空間が好きなので結構更新すると思いますよ、写真とかつぶやきとか。もし興味あったら入ってください。リアイベの他に配信もありますか？はい、配信あります。結構そうです、アプリリリースしてからになるんですけど、配信はたくさんやっていけたらなと思っています。感じかな。あと3分ぐらいで終わろうかな。大丈夫ですかね、なんか伝え忘れたりちょっと漏れてるところがありましたらもう削除なしで載せてってね、やっぱりバレてますよね、すぐ載せてすぐ消すの良くないなと、本当に失礼だなと思いながら気をつけます。グッズは数量限定ですか？はい、完全受注生産になるので4月15日までに頼んでくださった方に随時お送りするので、それを逃すともうこのグッズは買えないことになります。はい、今も質問返ってきました。まず月額で入っちゃったけど年会に変えたい方は可能ですという返事が来ました。その際はお問い合わせフォームがあるので、お問い合わせフォームからお問い合わせいただくと月額から年会にも変更可能です。はい、かな。どうですか、どうですか。グッズの申し込みフォームが英語でした。マジ、ちょっと確認しますね。 OK ぐらいかしらね。あとちょっとですけれども、編集中の Vlog はファンクラブで配信予定ですか？ファンクラブで配信予定です。後ろにあった、はい、OK です。生配信のアーカイブとかつぶやきとか写真とか入ったタイミングよりも前のものも見れるので、入った後のも見れ、あ、入った前のも見れます。大丈夫です。あとは月額は自動更新、OK です。月額は自動更新ですかっていうのは、月額は自動更新です。なので毎月払い忘れとかがなく、退会するまでは自動更新で月額でできます。あ、間違ってました入会した方に案内メールは届きません。不安にならなくて OK、会員完了画面で入れてます。メールは届きません、すいません混乱させて。だから多分入れてるじゃないかな、うん、すいませんすいません、世話しないなすいませんOK かな。皆さん何か聞き忘れがありませんでしょうか？何かあったら、ファンクラブの案内のインスタグラムの投稿はコメント開放しているので、そこに皆さんが困っているようなことがありましたら教えてください。うん、それにお返事していきます。年額で入会して1年が経過したらその後は自動更新になりますか？うん、月額がそうだから年会もだと思います。 OK OK かな。何か質問があったらまたコメントください、投稿にレイちゃんのお顔が入った T シャツをいつか欲しいで、いや迷ったんだけどさ、ちょっと顔入ってるやつ外で着づらいかなと思ってこれにしました。まあ寝巻きでも外着でも好きに使ってください。でも今後ね検討します、パーカーとかも作りたいなと思ってたので。 OK、 言い忘れないですかね、大丈夫ですかね。ではぜひお待ちしております、絶対
楽しいこと、今年はたくさん皆さんにお届けできたらいいなと思うので、あと入ってくださった方は絶対に楽しい気持ちになるようにいろんなこと準備して、いろんなこと一緒にやっていけたらいいなと思うので、ぜひご入会お待ちしております。大丈夫？他に何か聞き忘れたことない？大丈夫？ OK OK 大丈夫だね。ではおやすみなさい。ありがとうございます。